山梨県伊沢町、果物釣りの名所としてよりも今や30年前ブドウ畑から湧き出た温泉地として人気を集めています。夏休みを迎えてホテルのロビーは家族連れやグループ旅行のお客でにぎわっています。裏方の配膳係も大忙しです。ドル箱の団体客も年末よりも減少するとはいえ、会社全体での宴会旅行はますます盛んなようです。夜8時から恒例の伊沢鵜飼が笛吹川で行われました。鵜匠が川に入り鵜を操る火中という古式豊かな漁法が見ものです。この催しは8月19日までの水土日曜日に開かれています。